メンシラスケマキシマムザホルモンです。王様の話します。宝くじ一等賞、はい、来ました。ついに王様もうすぐに来ました。当選番号送ってきて、それでズーズーしくも明日のスイートラブシャワー、スイートラブシャワーに機材としてステージに一応来たい。機材として、機材としてですからね、持ち込み機材としてね。今から王様が泊まってるホテルに会うに行くっつって、渡します。あー、あれやね、いよいよね、このもの。はいはいはい。ちなみに王様は今日ジッペル止まってるんで、はい、ちゃんとジッペルなんですよ。寝起きドッキリってわけじゃないでしょ、王様への歯ブラシこうやって食べる、ダメ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 、イージニー的な違うの、王様のやからね。あと爆破もなしです。なしです。寝起き、はい、寝起きヘビーメタルとかもありましたから。王様のホテル、王様です。これ予習復習の錆取った廊下って違う、あー違います、あれはあれはあれはやばかったよね。と出て事務所に来たんですよ。でいろいろ個人情報とかいろいろ連絡し合ってたら、とてつもない人が当たりました。誰や、嘘でしょ、みんなは知ってるでしょ、ホルモンは知ってるでしょ。マジで言ってんの。これだってちょっと説明すると、もう小山中の小山ですよ。普通に打ち上げいて、うちの嫁とかでもなかったもんね。そうね、寮の嫁もこれ着てたよ、だって金の座布団のやつとかもマスカーフェルトリの、あいつがまた引いて、そう、あれお前金の座布団のやつやんみたいな。なんなのあれ、あと5枚パンクスでしょ。そうか、そうか、安倍とか、安倍とかね、まあ、あと安倍とか言いたくもないけど、安倍とかで、サボ、サボでしょ、サボでしょ。なんなんだ、マジで新規のファンいないの、ホルモン。ホルモンってなんなん、ファン7人ぐらいでお届けしてるの、7人ぐらいずっと回ってんのかな。じゃあこれを贈呈します。はい、おめでとうございます。うわー、きたー、スッと入るやつね、この髪型。入る？ちょっとやってみて。お、ピタリとハマるんですね。ピタリとハマるんですね。そう、お前のためにあったサイズ感がぴったりすぎるでしょ。後ろ見せてください。うわぁ、ちゃんとめっちゃ強そう、強い、豪華だ。これも今パッと思ってたんだけど、王様にも金のエコヒーキも足しといて、でその王様の来てくださいって言ったら、王様行ってその店に特別対応受けたら、そしたらもうこれ1枚でも100枚分ぐらいの、お店にも特権があるね、来てほしい、お店にも特権があるねや。作りました。あ、これもあげるんで、これを持って、うちの店に王様来てくれたらおもてなししますよって人は、どんどん王様にアピールしてほしいんで、王様来てくれたら一気に一発逆転チャンスあるんで、金は50ポイント、銀は10ポイント、銀2枚あるの？銀は2枚、だから1店舗につき1枚だけなんで、あ、全部一遍で出されへんってことね。でちなみに明日は物販の様子とかもちょろっと、あの下界の様子を、下界の様子をちょっと撮影しますけど、特別に初代なんで、2人目3人目とかはそんなに追わないんで、初代なんでね、なんつったって初代なんだ。できれば2代目以降は新しいなんか女の子とか当たってほしいなと思って。そうね、俺らの知らない人がいいね。おめでとうございます。おめでとう。すげえな、マジこういうこと起こるからな。ヘドバンおじさんことカズです。ぽいぽいぽい、本日はなんと執事として王様にお仕えしようと思っております。でね、今フェス会場でですね、あちらの方に今王様がいらっしゃいます。王様がトイレに入るのを確認して、こちらのレッドカーペットの方を敷かさせていただきました。ちょっと今王様のトイレが終わるまで、ちょっとこちらで待ってみたいと思います。
王様がいらっしゃいました。いきなりレッドカーペットでちょっとびっくりされてるようですが、どうですか、王様としてフェスに参加されるお気持ちは。ちょっと言葉にできないですね。ホルモン物販行列するですよ。え、割り込み、割り込み、ファストパスみたいな感じで、ファストパス的な、ドーン、ああ今これこれ、さらに全グッズ上納します、差し上げ、差し上げ、差し上げ、ほんま全品差し上げますって言うてるもんだって、スタッフの人が。お道を開けていただけますか、すみません、失礼いたします、失礼します、ちょっと王様の方が参られますので失礼いたします。王様のそれでは王様にグッズの方を献上したまえ。献上品はなんと今日あるグッズ全てでございます。王様への献上品は今日あるグッズ全てでございます。王様でございます。王様どうですか、お気持ちは。うららかな日差しが差し込む山梨県山中湖、この日初代王様は音楽フェスティバルスイートラブシャワーの会場をご訪問され、一般の腹ペコと交流を持たれました。腹ペコとの記念撮影はまさに無表情、普段のお暮らしとはかけ離れた環境に大変緊張されているご様子。居合わせた一般の腹ペコからは大きな拍手が送られ、ここぞとばかりにあがめたてまつられた王様は小さなお声でありがとうと感謝のお言葉を述べておられました。しかし大変お声が小さく、何をおっしゃっているのか一般の腹ペコには全く伝わらなかったようです。お昼時には長い行列にお並びになり、何を買われたんですか。ジャックダニエルと、ジャックダニエル、はい、あとビーフナチョス。お酒を召し上がりながらフェスティバルを満喫。そしてホルモンの出番が近づくと、ホルモンの持ち込み機材としてステージにお上がりになる準備を進めておられました。そしていよいよ王様がホルモンのライブをステージ上でご観覧される、前代未聞の瞬間がやってきたのです。感想聞きましょう。タネモトキングです。王様、王様、どうでした。ひたすら楽しかったです。声ちっさ、声ちっさ、声ちっさを声ちっさを降臨。実はまだ1個あるんです。
王様の特権ホルモンって、はい、YouTube では MV あるけど、はい、過去の DVD しか見れない MV ってあるじゃん、はいはい、それを、うん、こんだけあるんですよ。まだまだこんなに出してない MV なんですけど、しいですよ王様特権で、はい、1曲 YouTube に解禁できるっていう。いやー王様え、ちょっと待って、王様嬉しくないの、すごいテンションがこう、なんか、なんなん、俺らだけが喜んで平常心だから、うん、王様にかかってから全腹ペコのこれでもう、そうです。さあ、王様何を選ぶ。王様チョイスどれどれやろ。パンクルワセ、ロックバンクルワセ、ロックバンクルワセ、いいっすね、渋いよ。そうかエキストラとしてね、参加してもらってるからね、よく見たら王様がいるかもしれないから、特別に、はい、解禁しますよ。ロックバンクルワセ、明日ぐらいには。明日ぐらいにします。こんな感じで2代目3代目王様、はい、まあ、4代目ぐらいまでは宝くじ続けようと思ってるんで、はい、今回外れた人も、はい、まだ永久に使えんから、ね、永久にね、うん、で2代目はそろそろ新しいさ、可愛い子ちゃん、そうだね、20代からの新規ファン来てほしい、うん、本当に初めましての人がいいよね。できればね、できればね。ごめんね、別に初代のことは言ってない。初代は全然嬉しかったよ。知ってるやつもええで。じゃあ王様なんか、次の王様はあなたですって一言言って、そうそうだよ、王様が言ってください。初代、次の王様はあなたです。すごいあっさり、あっさりよ。次の王様はあなたです。はい、ありがとうございました。